石川県西田北郎記念哲学館は石川県河北市に所在する西田北郎に関する文化施設である。加賀国河北郡森村出身の西田北郎の遺徳を検証し哲学の普及、啓発を図ることを目的として2002年に当時の宇野家長が設置した。2004年の市町村合併後は河北市が設置、運営を行っている。 なお前身は1968年に設立された、宇野家町立西田記念館である。施設の設計は安藤忠夫。日本海に面した内灘砂丘にあり、丘陵地の斜面を利用した広く長い階段庭園と丘陵上に立つガラス張りの施設の外観が特徴である。2002年に石川県の第9回石川景観大賞を受賞している。建物は 哲学館と研修棟からなる。哲学館は地下1階、1階、2階にそれぞれ展示室があり、西田北郎の遺品や原稿、書などが展示されている。また、地下1階には空の庭と呼ばれる四方を壁に囲まれた天井のない吹き抜けがあり、四角に切り取られた空を見ながら試作に吹けることが想定されている。研修棟は地下1階に、ホール1階に、 図書室、2階に喫茶室、3階に研修室、4階に研修室、5階に展望ラウンジがある。また、地下1階にホワイエと呼ばれる円形の屋内空間があり、空の庭とは対照的にガラスの天窓から丸く切り取られた空を見ることができる。大規模な改装を行い、2015年3月21日に真相開館した。 ABCDE、ABC 石川県、西田北郎記念哲学館条例下北市、統計から見た石川県の観光平成22年、石川県 AB、第9回、石川警官大賞、西田北郎記念哲学館石川県、石川県、西田北郎,郎記念哲学館石川県外要ご挨拶。石川県、西田北郎記念哲学館、高橋敦志、西田の素顔より、 身近に哲学館がリニューアル。北陸中日新聞、西田北郎書斎骨清しく国指定文化財等データベース、西田北郎哲学館に、書斎一区下北市、補修後に、北国新聞2009年6月8日、ABCD、下北市内の指定文化財一覧下北市。ありがとうございます。